こんにちは、じゅんです。ゆきです。はい、今日はアメリカから届いた最先端のパターグリップがあるということなので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、そこでギアに詳しい PCM の村田総編集長に説明していただきます。どうぞ。どうも、はじめまして、村田さんです。どうも、よろしくお願いします。センスゴルフグリップについてちょっと詳しく教えてください。はい、かしこまりました。これちょっとエンド見ていただくと、はい、2種類ありまして、うんうん、正方形、正方形と、はい、と長方形、長方形が2つあります。はい、で、四角いので、うん、こちらの面ね、こっちの面と、うん、このフェース面、うん、フェースの面とここを平行にすることで、はい、この面を動かすことによってフェース面の動きが分かる。うーん、ブレない、ブレづらくなる、まあ、方向性ですね、うん、方向性が、決めやすいということですね、という特徴がまずあります。はい、次にですね、うん、もっと秘策が実はありまして、お、こういうこれ付属のネジ回しがついてます。はい、でこの太い方をエンドに入れてくる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 っと回すとですね、中からなんと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 何が出てくるんだ、なんとなんとビュー、何それっていう棒が出てきました。おー、これが実はウェイトシステムです。うん、で今これ大きいんですけども、はい、これ 30g、 30g、 はい、他に 10g と 20g と3つ、はい、3つ3種類、1つの箱に入ってます。はい、これがですね、うん、動くんですね。なるほど、細い細い、うん、これで刺してですね緩める、はい、そうするとこれが簡単ピュピュピュッと動きます。動く、はい、ということで、まあ、場所を変えられる、うーん、すごいというので、ここのフィーリングに合ったシステムができるという、はい、パターのフィッティングシステムですね、これ。うーん、すごい。ということで実際にお二人に、はいはい、どっちの形がいいのか、うんうん、ウェイトがどこがいいのか、はい、っていうのを実際やってみましょう。そんなに変わるのかな、ね、じゃあちょっとやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずはこの長方形の方がいいのか正方形がいいのか、ちょっとどっちがいいか選んでいきましょう。はい、はい、とりあえずじゃあこっち打ってみます、うん、長方形打ってみます。はい、結構ね、お、ごつい、あ、手が、はい、結構ね、がっしりした感じがあります。打ってみます。はい、おお、私打ちやすい、これ打ちやすい、はい、私手首ぐらついちゃうんですけど、うん、それが重たい方が、うん、うまい、いいかも、え、いいね、うん、正方形で打ってみます。正方形打ってみます。あ、全然違う、なんかちっちゃくなった気がします。ちっちゃくなっちゃった。うん、あー、私長方形派かもしれないです。確かにやっぱブレるね、長方形の方がしっかり出てる。はい、うまいけどね、しっくりくるのは長方形かな、長方形、私は。なんか私も長方形と正方形を、まず長方形から、長方形から、あーね、ごつい、結構ね、がっちりしますよね。がっちりする、うまい。なんかいつもとやっぱ違うね、長方形は全然違います。うんうん、ほらほら、あ、でも、あ、でもうまい、やっぱうまい。じゃあちょっと正方形でやってみたいと思います。はい、あー、やっぱこっちの方が私はフィットする感じがするかな。うん、うん、なんかもう感覚ですよね、本当に。うんうん、うん、きれい、打てる、うまい、こっちの方が打てる。私は正方形で私は正方形で、ゆきりんは長方形で、長方形で、さらに重りを、重りを変えて、変えて、はい、ちょっとフィッティングしていきたいと思います。はい、はい、まず私からフィッティングしていくんですけど、はい、一旦これ重さを入れないで、この空、空っていうのかな、うん、空の状態で打っていきたいと思います。はい、はい、皆さんフィッティングするときは10球ぐらい打ってください。はい、なんか打てるけど軽い感じがするかな、何も入ってないと。そう、でもフェイス面が向いてるところが、この手のグリップのおかげで、うん、分かりやすい。そう、分かりやすい、うん、でも本当に打ちやすい、
はい、次重りを入れていきたいと思います。はい、次は一番下入れます、はい、よいしょ、こりゃこっちでグリグリ、簡単ですね。いや、めっちゃ簡単。はい、できました。はい、一番ここに入ってます。じゃあ打っていきます。はい、変わんないですか。あ、でもね、振ったら分かる。下の方にある方がヘッドがどこにあるか分かりやすいかも。もうこっちの方が全部うまい。ヘッドが出てくって感じ。合ってんのかな、表現が。あー、やっぱちょっと引っかかっちゃうかな。ほら、引っかかっちゃった。本当だ、さっきと。ほら、ちょっと引っかかってる。うん、確かに。あ、次上にしてみます。はい、今度は一番上でやります。変わるのかな。ね、一番上に入ってます。はい、あ、さっきよりすごい重く感じる。重く感じるんだ、上に来た方が。うん、重く感じる、なんだろう、手元が重いからかな。ヘッドはすごい軽く感じる。よりは、はい、そうだね、いいかもしれないけど、まだしっくりこない。まだしっくりこない。まだなんかなかった時の方が、うん、やっぱさっきよりは引っかかんなくなってた。うん、ちょっとふらつくな。で、最後にこれがね、一番私はすごいと思うんだけど、右手、あ、利き手、はい、利き手の位置、私はここら辺、ここら辺にこの重りをセットします。はい、ここ合わせて、合わせてこんぐらい、手のひらぐらいですか。手のひら、ここら辺だね。ここら辺、ここ、はい、ここ目盛りがあるから分かりやすい。確かに、もう覚えとけばね。うん、よいしょ、これで動いちゃったら元もないですから。しっかり止めて OK です。はい、でもここにね、ちょうど入ってる感じです。お願いします。あ、でもなんか持った時は、なんだろう、パターを持ってる感じがすごいいいかも。しっくりくると、うん、パターを持ってるって感じがする。これはね、やってないと分からないけど、これはね、そうだね、感覚、そう、パターを持ってる感じがすごいちゃんとしてる。何回言うんだろうね。あ、でも落ちやすいね。いい感じ、見ててもなんか気持ちがいいね。うん、なんでやっぱ全然違うよね、見ててもね、はい、きっと。あ、落ちやすい、なんかちゃんと出せてるって感じ。確かに、なんかもう感覚の動画になってるから、見てる人これはもうやってもらわないと分かんないですね。見てる人かどうか分かんないけど、うん、でもね、すごい、私はね、やっぱ手の位置に、うん、あの右手の位置に重りがあるのがいいかなと思いました。あとは、そう、利き手のね、はい、重さをね、まあ、軽くしたり重くしたりしてどうかなっていうのは試してみたいなと思いました。うんうん、はい、はい、重りが3種類あって、 10g、20g、30g ってあるんですけど、これ全部つけることもできるので、60g のグリップを作ることも、すごい、10から60まで作れることができるので、はい、これは面白いね。うん、ギア好きの人は確かに多分試したくなっちゃう、うんうん、商品だよね。はい、じゃあ次はゆきりん、はい、やってみます。やってみましょう。これ私が使っているパターなんですけど、今長方形のやつにサクッと変えてもらいました。じゃあこれ重りなしでちょっとやってみます。はい、お願いします。はい、なんかね、やっぱ軽いですね。ああ、そうだよね。はい、ちょっとじゅんさんみたいにうまくいかない。で、私本当に平均して本当に3パット絶対、でもやっぱ強いですね、やっちゃうんですよね。そう、だからパターさえ良くなれば、うん、あのスコアが良くなると思ってる。はい、おお、うん、やっと。じゃあ一番下かな。はい、一番下でちょっとやってみます。あ、本当だ、結構
結構がっちりグイってやる感じですね。はい、あでも全然違う。どう、うん、こっちの方がいいです。さっきのナインよりも、うん、あいい、うん、あ全然いいじゃん。なんかね安定感が出てきました。あ全然違うじゃん。でもすごいここのあのさっきのジュンさんが言ってたフェイスの割れっていうのがすごい分かるかも、実感する。なんかさ結構ヘッドに鉛貼ったりとか、はい、いろいろしてる人、ここに鉛こう巻いたりとかさ、いろいろしてる人いるけど、うんうん、なんかこのグリップだけで解決できる方がなんか私効率いいかなってすごい、うん、鉛貼ってもぶっちゃけなんかいいのかなって思う、なんだろう、感覚は別に変わらない感じがするんだよね、うんうん、もうこれ手元のその感覚が変わるから、うんうん、すごいいい気がする。じゃあ、ごめんね一番目一番目一番目ね打ってみます。あー、全然違う全然違うでもこれなんかちょっと言葉では言い合わせない、なんかそうなんだよ、ね、本当に感覚な気がしますね。あーでも打った感じ、あー下手すぎる。いや、多分上じゃないんじゃない、なんか急にできなくなるよね。うん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 。でもなんか上じゃなさそうだったね。うん。下の方が良かったです。下の方が良かったね。うん、次は右手の利き手。右です。はい。私ここら辺で打ってるんで、こんなもん。やっぱ同じぐらいだとしたね。これ開発された方とかも皆さん全部利き手？あ、今ゆきりんが、はい、この感じでやってる。やっぱ良かったんだね。うんうん。お願いします。あ、もうすでにしっくりきてるでしょ、うん、すごいよね。あーはい、うん、しっくりきます。なんかこれが一番もパター持ってるって意味わかる、うん、わかるわかるわかります。言いたいことがすごくわかりました。あ、いいじゃん。なんかね、息が吹き込まれた感じがする。私のパターンあれじゃん、天竺さんって息してるパターン。あーいい、うん、あ、全然違う。ゆきりんと同じコメントになるカットかでもゆきりんと同じコメントになる、見てても分かるよね。え、そうそうそう、いや多分ね、やっていただいたら多分皆さん同じ感覚、そうだね、同じコメントをする、同じコメントするよね。うん、うん、落ち着いてる。うん、一番やりやすいです。これがこれにします。決定聞き手。はい、商品はこういう風に箱に入って届くんですけど、はい、うんうん、これがグリップ、はい、そして中に入れるロット、それから重りが3種類でネジ、これでね取り付けていきます。でこれはグリップをつけるときに使う平行形ですね、うん、お店の人にお渡しする。そう、お店の人にこれをお渡ししてください、はい、で長方形のゆきりんが選んだ方は、はい、税抜きでこのセットが7500円。安すぎるで私が選んだこの正方形の方は7000円。安っ。こんな機能がついてて、うん、いいんですか。すごいね、うん、すごいと思う。もっと高いと思ってました私は。ね、うん、ただもう2万ぐらいすると思ったよ、ね、そしてあこれ、このスーパーストロークの、はい、よく見ますねこれ、グリップを持ってる人にも、うん、このグリップがないバージョンが売ってるんですけど、うん、これを使ってさっきと同じように、はい、この上の部分が同じになってるので、うん、ここあ、ここね、はい、外せるんだ。外せる。あ、本当だ。あ、できた。刺せる、ぴったり。こういう風に刺して、まあ、重りとかをはめれるんですね。はめられます。あ、すごい。なのでめっちゃいい。このセットは6000円です、はい、なのでスーパーストロークのグリップ持ってる人も6000円で、うん、これだけ買えて、うん、結構幅広くね使ってもらえる、うん、グリップというかこの重さ調節ですね、うん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 、すごいですね。なんかいろんな人に試してほしいです、うん、ゆきりん、はい、センスグリップ、はい、どうでしたか。なんかすごかったです。こんなに変わると思っていなかったので、うん、正直確かに嬉しいです。なんか100切れそう100切れそう
受ける。私も、うん、あの皆さんはご存知だと思うんですけど、ずっと動画で見てる方は、私パターがやっぱそんなに得意じゃなくて、うん、結構いろんなものを使ってみてるんですけど、まあ鉛つけたりとかやってみてるんですけど、うん、このグリップはこのグリップだけでこのパターの重心とかね、うん、はい、なんか感覚を変えられる、うん、しかもどこに何があって、うん、どういう感覚になるかっていうのをすぐ肌で感じて分かるから、はい、すごいおすすめだと思いました、はい、なのでちょっとゴルフ場でね実際にね、ね、試してみて、うん、本当に100切れるのかカメラマンが首かしげてますけど切れるのか切れるのか、はい、挑戦したいです。はい、私は3パッドなくなるのか、はい、っていうのをちょっと試してみたいと思います、はい、このセンスグリップは、はい、sensegrips.jp、まあ、URL 概要欄に貼っておきますけど、そこから購入できるので、皆さんチェックしてみてください、はい、交換はグリップ交換してくれる工房とかであれば、うん、あのできるので、はい、そっちに持ってってつけてもらってください、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。高評価、コメント、チャンネル登録お待ちしてます。はい、バイバイ。